画家ラジオ、画家の川田裕子です。今回のタイトルはアクリルインクと漫画ペンでドローイングというタイトルでお送りいたします。以前はですね、インクというと、画材屋さんで、例えばウィンザー・ニュートンの、箱を一つ一つ綺麗なデザインが書かれている箱に入ったインクのボトルを思い出すんですが、あれはですね、染料インクという、材料なんですね。それはですね、とても透明で、そしてサラサラとしていて、とても使い心地がいいんですが、昨今ですね、各社 の画材ブランドからアクリル顔料インクが製造販売されてきました。それで、それらをですね、使い心地どうかなと思って、いろいろ研究しまして、とても発色もいいし、耐久性もありそうですし、ですからそういった、私がこういろいろ試してきたことなどをご紹介しながら、私の川田作品のアクリルインクでのドローイングの描画手法とか、それからちょっとしたコツをご紹介していこうと思っています。ドローイングのファイリングについて、以前ご紹介いたしまして、その時にアクリルインクの話にちょっと触れたと思います。今回はアクリルガッシュインクなどの、実際の書き心地とか、どのようにこのドローイングを書いているかをご紹介したいと思います。この間ですね、ご紹介した作品はこのようなカラーのインクを使ったものでした。アクリルガッシュが今ですね、インクのようにすごくこう、簡単にインクのペン先につけて、ドローイングが描けたり、あるいは何て言うんでしょうね、昔はチューブから取り出して、水で溶いて、私は瓶に入れて面相筆で描いてたこともありまして、その時にはチューブで売られていたものを、自分なりに使いやすい流動性のある状態で使っていたんです。それに比べますと急激にですね、いろいろな会社、例えばこれはリキテックスですが、その他にこのようなホルベインという会社、や、それからその他にはですね、たくさん、セヌリエも同じようなアクリルインクの製品を作っていて、まだ日本では販売されていないようですが、フランス の会社の動画で紹介しているものがあって、いろんな色があって綺麗だなと思っていました。で、昨日はですね、ちょうど岩村田の画材屋さんの白秋堂さんに行った時に、ドクターマーチンのこのような、アクリルのガッシュのピグメントの顔料系のインクが売られていまして、これすごくいろんな種類が、本当にたくさん種類があって、どれもこれも欲しかったんですけれども、結構これ高いんですよね。これは1本450円でした。私は今からご紹介しますと、このような箱に、たくさんインクを並べて集めているんですが、これはリキテックスですね。それから昨日買ったドクターマーチンの、ピグメント、顔料系のインク、それから、このような 1,2,3,6 色買ってみました。発色もとてもいいので後でご紹介します。それからホルベインさんからは結構お得な価格で、これだけの大きな
ボトルで、割と安いんじゃないかなと思うんですが、いろんな種類のやはり何色も、アクリルインクが出ていて、まあ、ちょっとこう多すぎてですね、例えば大容量のなんて言うんでしょうね、こうそれこそジャクソン・ポロックのドリッピングみたいな作品を作るときにはこれがすごく便利に、でそしてここの先がですねすごくよくできていて、普通はですねこれはスポイトが中に入っていて、ここがゴムでスポイトでこうすくって、容器に別に入れてそして使うっていう形なんですが、これはちょっと変わっていてですね、このようにちょっとこう緩めるとですね、回して緩めるとポタポタポタっとこう液が出るようになっていて、ちょっと変わった形態のキャップになっています。で私はこのスーパーオペークホワイトっていうのはとてもいいと思っていて、やっぱり白が一番使うなと思って、これだけ大容量はで安いっていうのはとても助かるなと思っています。でそれで、まあ、各社それぞれ色味が少し違っていて、例えば私が気に入っているこのリキテックスのこれはターコイスブルーみたいな、セロリアンブルーって書いてありますが、このような鮮やかなブルーっていうのは本当にリキテックスのこの商品が一番いいなって思いますし、このパープル系はホルベインのこの色が私は気に入っていて、深みがあって、すごくこうマットで、そして色が鮮やかというかはっきりと出るっていう特徴があります。で昨日買ったこのドクターマーチンのこれはちょっとこう白が入って混ぜてあるので、また全然違う発色 でこれもちょっと先ほど比較して書いてみたんですが、とても良かったです。同じようなインクを買ってしまったんですが、これはリキテックスとドクターマーチンで、もうほとんど変わらなかったですね。なんて言うんでしょうね。まあ、ややドクターマーチンの方が色がはっきり残るっていう感じがしました。こちらの方がちょっと透明すぎて、色が、かぶせるのにはいいかもしれないんですが、はっきりな線を描くのにはちょっとこのドクターマーチンがいいと思ったのと、それから、このホワイトを混ぜてあるこういう色ですよね、パステル系の、これは本当にドクターマーチンの独特の品揃えというか、ですから、まあこのリキテックスは透明性で勝負するっていう感じで商品が開発されているように思います。黄色もこのように鮮やかな黄色ですが、やや透明な色味ですね。それで、具体的にこの作品の、この色はどの色でっていうのをご紹介しようと思うんですが、まずですねこの紫の色はホルベインのこれはシオキサシンバイオレット、シオキサシンバイオレットという色を選んで描いています。それからこのブルーの部分ですが、このブルーの部分がリキテックスのセルリアンブルーヒューという色を使っています。でこちらの色は、本当に初めて使うので恐る恐る入れているような感じですが、隠蔽力もありましたし、それから下の色と混ざらなくて、綺麗な重なりが出るなと思いました。で私はいくつかそのペン先を、研究したことがありまして、いろんな各社、いろんなものが出ていて一番でも気に入っているのはこの丸の細い丸細のペン先が好きで、これも各社いろいろ出てるんです。特に日光っていうところと、あともう一つはですね立川っていう会社があって、それぞれなんかこうもしかしたら合併してるのか、同じような製品を出していたり、
立川が日光だったり、日光だったのが立川だったり、なんかちょっとブランドがはっきりしないんですが、こちらが立川のペン先の絵で、これは日光のなんですね。で立川もまず前はこういうものも出していて、画材屋さんによってはこの太さが違うんですけれど、一番重要なのはここのペン先を入れる穴の部分で、ここがですね、立川と日光で微妙にこのサイズが違ってたことがあって、今はなんか統一されてるような気がするんですけど、前は合わなくて、困ったなと思って、そして、間違ってこういうの買っちゃったりしてこれはですね、また全然違うペン先を指すものなんですよね。だからこのこれに合うやつをちゃんと見つけて買わなければならないということはすごく注意しなきゃならないことです。ですから、まあ、最近はこの日光がなんかどこでも売っていて、こういうふうにたくさん持っていて、先に刺して、そしてたくさんこの、ペン先もなんかいっぱいあって捨てられなくって、まあ、これも結構セレクトしてあれなんですけど、なかなかこういうものって捨てにくくて、そして微妙にこの書き味が良かったり悪かったりで、気に入ってるものが出会うまでこう試作したりして、まあ今のところこの日光っていうのを使っていたり、まあ立川しかない時は立川買ったりしてるんですけどね。そしてこういうのも見つけたことがあって、これは東京の丸善さんでたまたま売ってたものなんですが、これはガラスのペン先なんですよね。これ結構書き始めるといいんですよ。ただインクの場合はいいんですが、アクリルではちょっと無理なのと、あと1本が結構1000円以上するような、結構2000円とか、このデザインによってはなんか何千円もするようなのがあって、綺麗なここまでがガラスの絵がついてるような、すごいベネチアングラスの素敵な絵がついてたりするやつはものすごい高いんですが、これすごく描きやすかったですね。ただ、アクリルインクではちょっとまだ、もしこれが詰まっちゃって描きにくくなったら嫌だなと思って、使っていません。本当に黒のインクを使うときに使っています。そのようにして、今から書き味がどのように違うかを、ご紹介したいと思います。今ちょうどこういう作品を書いている途中なんですが、これはこのホルウェンさんの仕置き写真バイオレットというのを使って書いています。ただこれ一色だとすごく重くなってしまうので、途中でこれとか、あとまあいろんな色も考えようかなと思っているところで、私はいつもですね、こういう、同じような紙をですね、何枚もキャンソンミタントを買うと、小さなこういう試しのための、紙をこう束ねるように、カットして束ねるようにしていまして、どのぐらいのどういう色の発色がするかとか、書き味どうかなとか、色の具合の、バランスとか、そんなの考えるようにしているんですが、これで分かりますように、まあ結構、先ほど試してみて、この色がですね、この、ドクターマーチンの色でした。それから、オレンジですが、オレンジのこの色はこういうドクターマーチンの色 で、黄色があったんですが、黄色系のオレンジ、これもなかなか綺麗な色が出ましたね。このリキテックスの色もそんなに変わらなかったです。少し黄色っぽいかなっていう感じで、なんかこうどれも、まあどちらかというと私はこのドクターマーチン結構いいなと思って、発色が綺麗でしたね。すごくはっきりして線が描けます。それで私はいつもこのように、まあ簡単な瓶のに水を入れて、そしてこう湿らせたキッチンペーパーをこう置いてですね、やはりこのペン先がどうしてもアクリルのインク使ってる時は
ゴワゴワに固くなって先がどんどんインクが固まっていくんですよね。ですからそれがまた染料系のインクとすごく違うところで、少しこういうふうに湿らせたペーパータオルでちょっとこう削ぎ落とさなきゃいけない時があるんです。私はこれはスーパーマーケットで売っている、これはお弁当にソースとかケチャップとかマヨネーズとかを入れてこう添える容器だそうで、すごい安く、多分なんか10個入りで100円とかそんな感じで売られていたと思うんですが、こういうお弁当の中に入れる調味料の容器ってすごく便利で、このようなものをたくさんこう並べて書く時もあるんですが、今回はこの紫をとりあえずこういう風に湿らせてですね、どういう風に出るかっていうのをご紹介したいと思うんですが、こういう風に、最初のうちはちょっと固まっていたりすると線が出にくいんですが、だんだんこの水加減ですよね、これを調節していくと出てくる瞬間があるんですよ。これがちょっと出だしにちょっとこう気をつけなきゃいけなくて、だんだんこう水をつけてるとこう出てくるんですよね。ここがちょっとインク、このアクリルインクのコツです。でこれを教えてた人が、昔動画で教えてた人がいて、ホワイトをですね、漫画のそのホワイト入れっていうのがあるらしくて、それでどういう風にホワイトを入れてるかを紹介している動画があったんです。その時に水をこうつけながら調節してこのホワイトを入れてたんですよね。でそれもドクターマーチンのホワイトでした。ドクターマーチンはこのアクリルインク以外に、なんていうんでしょうか、昔からペースト状になって瓶に詰められているホワイトが売られているんですよね。で昔はそれしかホワイトはなくて、で結構それが隠蔽性のある発色のいい白だっていう噂だったんですが、ペースト状だったので、最初どうやってインクでこう皆さん漫画家って書いてるんだろうって不思議だったんですよ。で水で溶きすぎると、白の発色が失われてしまうので、どのようにされてるのかなって思っていたんです。でそれでだんだん分かったのは、たまたまですね、動画で教えてる方がいて、こう水をつけながら、調節すると書きやすいっていうことなんです。でここすっごく大事なところで、これ知らないと、あ、インクダメだねみたいな感じで、使われないままになっちゃうと思うんですよね。なのでここすごい重要です。ペン画と言いますと、やはりですね、一番のコツは紙とペン先の滑り具合、そしてインクの流動性です。これをですね、手加減をいろいろしながら、工夫しながら、紙も自分に合ったものを選びながら、そして、インクもですね、水をどのぐらい混ぜたらいいか、そういうことを少しずつ少しずつ自分で体験していくしか方法がないかもしれません。実演は画家の川田優子でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。